形維持、感度は動的内径促進ということで、重心から足つきの方が離れていくといいますか、内径角が大きくつくという滑りに変わっていく滑りになります。こちらはベテランの小原技術員、よろしくお願いします。前半が横滑り、こちら谷回りからカービングの山回りというふうに内径角が出てきます。続いて藤原健太郎、よろしくお願いします。横滑りから谷回りからカービング山回り、しっかりと荷重をして運動量を表現しますと、